効果非効果は、学校で見学の思想を歌い、校風を発揚するために制定した歌のことである。日本や中国、韓国など、東アジア諸国にはほぼ共通の効果の概念がある。欧米やオーストラリアでは小学校レベルで効果のある、学校は滅多に見られない。学校にはその学校固有の量化や、学生化、応援化などが制定されている例もあり、 英語のスクールソングでは応援歌を指すこともあるが、日本では一般的に特にその学校を代表する効果として制定されているもののみを指す。東京大学のように応援歌や学生歌、寮歌は存在しても効果が存在しない学校もある。なお、聴覚障害者を入学対象とする老学校にも効果が制定されていることは少なくない。中には手話を使う効果も存在する。 校歌の学府日本の初等教育、中等教育では、校歌のない学校は珍しく、小学校レベルから校歌が制定されている。日本では、入学式、始業式、就業式、卒業式など、学校の式典や祭典において歌われる。幼稚園でも演歌が制定されている例もある。一方で、日本の高等教育では正式な校歌がない例が、 珍しくなく、旧帝国大学においては、北海道大学を除き効果が存在しない。ただし、効果の代わりに、学科、学園科、学生科、カレージソング、さらに稀な例として、学校法人名、学校名が、院塾、館で終わるなどの特殊性から、院か、塾か、館歌,歌を制定している例がある。日本における効果の発生は、 音楽的な高まりというよりも、明治政府の教育改革の一環に位置づけられていたとされる。明治時代になると、教育の門戸は一斉に開け放たれ、小学校や中学校には、広い地域から身分を問わず様々な生徒が集まるようになった。さらに大学や専門学校ともなれば、日本全国から学生が集まる。多子さいな面々が集まる学校で必要と、 なったのが価値観や思想を統一する訓練手段であり、その有効な手段の一つが効果であった。祝典や更新の際に皆で同じ歌を合唱することは、集団生活において統精神を養う。初等教育の段階から、この訓練を繰り返し、学校教育における重要なカリキュラムの一つとして定着していった。また、一説では、フランス革命の民衆の高揚に倣う形で、 集団意識の公用を目的として作曲され、それが徐々に全国に広まって定着したと言われている。1945年までは、効果を作成した場合には作詞者名、作曲者名、歌詞、楽譜、歌詞の説明などを添えて、文部省へ認可申請を行わなければならず、この手続きを経て、初めて正式に効果として認められることとなっていた。 多賀城市立城南小学校校歌メロディは作られた時代や作曲者などによって違いは様々であり歌詞も同様である。だがメロディと異なり歌詞については一定の類型が存在する。よく歌われる内容として次のようなものが挙げられる。長は日本の小学校においては派長長と絵長長が大半を占める。一方日本の大学においては絵蝶蝶が最も多く、 ついで変保町長、都町長、派町長と続く。特に変保町長については、小学校では比較的少なく、高等学校や大学では好んで採用されているという現象が見られる。効果を多く手がけた山田耕作の作品は、特に高等学校以上で都町長を多用している。日本の学校では、校歌は学生、生徒、 児童や教職員が学校行事の際に歌うことが一般的である。ただし、すべての学校で、あるいはすべての学校行事で校歌が必ず歌われるというわけではない。高校野球における校歌聖賞高校野球の全国大会で校歌聖賞が始まったのは、選抜高等学校野球大会では1929年の第6回大会から、 全国高等学校野球選手権大会では1957年の第39回大会からである。初めて校歌が演奏された学校は、春の選抜では大阪府立山中学校、夏の大会では香川県立境で商業高等学校である。放送される校歌は、春の選抜では各学校が録音して提出した音源をそのまま放送する。 夏の大会では各学校は校歌の楽譜を提出し、それをもとに主催者から移植された音楽家による録音を放送する。1999年の第71回選抜高等学校野球大会から初戦の2回表と2回裏に対戦相手の校歌が場内放送で歌付きで演奏される。したがってこの大会以降、 すべての高校や球全国大会に出場した高校は最低一度は聴くことになる。選手交代のアナウンスは効果の後で行われる。なお NHK では2回の効果演奏の際は勝利校の効果演奏と同じように歌詞にテロップが表示される。また NHK でニュースの放送時間の時は2回裏終了後に放送される。ただし、 MBS 系列や ABC 系列では CM の関係で最後まで流すことは少ない。雨や雪が強い場合、試合終了後の効果が流れないことがある。これは選手や観客の体調面などを考慮したものである。全国高等学校野球選手権大会及びその地方大会では効果がない学校が勝利した場合、栄冠は君に輝くが効果の代わりとなる。 展示で試合に勝つことを効果を歌うと表現する場合もある。各試合の終了後に勝利校の効果が流れ、全国的にテレビ中継されるため、出場回数の多い高校やメロディや歌詞が印象的な高校の効果を覚えている人も多い。また、優勝で効果の入った CD の配布を行ったところもある。効果ダンスは効果に合わせて踊られるダンスで、 運動会などの学校行事の際に踊られる。沖縄県や長野県では多くの小学校で行われており、富山県、岐阜県の一部の小学校でも行われている例がある。一般に振り付けは各学校でそれぞれ考えられたもので、両手に手畑やボンボンを持って踊るものが多い。沖縄県の離島などでは地域の出身者であれば老若男女誰でも踊ることができるところもある。 また、効果ダンスが行われる機会も、運動会以外に限らず、学校行事としては創立記念日、送別会などで踊られるほか、学校外でも放年祭や、敬老の日などの地域のイベントで披露されることも多い。欧米では小学校レベルで効果が制定されている、例は滅多になく、高校でも効果が制定されていない学校もある。また効果が制定されている学校でも、 校歌の位置づけは国や地域によって異なっている。アメリカ合衆国の高校でスクールソングが制定されている例は少なくない。ただし、日本の学校のように校内行事で昭和するというより、高校対抗試合などで事故の応援歌として歌う楽曲として認識されていることが多い。工事園の記述による。杉本義し著長官リレット日本カッパブックス。 134.135ページ。ABC 杉本義尾著。長官リレット日本カッパブックス。134ページ。学習院課から学習院大学。慶応義塾塾課周遊の歌福岡県立。周遊館高等学校の校歌。発掘。校歌なるほど雑学時点 P12 から14。グーテレビ番組チコちゃんに叱られる。2019年4月12日。発掘。 効果なるほど雑学辞典、P21 から23小井で調理追、米ヶ崎小学校では1931年に北原白秋作詞、山田工作作曲による効果を認可申請したものの、当時の文部大臣、鳩山一郎は歌詞の中の母校という表現を適当でないとし、修正するよう通知した。しかし白秋がガとして、これに応じなかったため、学校は、 白州の意志を尊重し、戦後までこの効果は歌われることはなかった。発掘。効果なるほど雑学辞典 P127 から135効果。磨かずばお茶の水女子大学デジタルアーカイブズ。発掘。効果なるほど雑学辞典 P10 から11町から、以降か。延々20番。長野、県立、諏訪清良校、ふるさと、自慢、地域。 読売オンライン高校野球で校歌を歌われる場合は最終小説を繰り返す。発掘。校歌なるほど雑学時点 P147 から148,988年の滝川第二高等学校は1回戦でコー・コールドのため勝利したものの校歌の演奏はなかった。2回戦で滝川二校は敗退したため、 結局、甲子園で校歌を演奏する機会がないまま、終わった。運動会と山県伊水市立中府式、小学校詐欺山小学校遠隔岐阜県、岐阜市立詐欺山小学校 ABC 杉本義尾町、長官リレット日本カッパブックス、135ページ。ありがとうございます。